はい、どうも、ルールカーです。パズドラ、ちょっと久しぶりに、動画出してみようかなと思っております。で、まあね、3人マルチとかも追加されたみたいなんで、まあ僕、全然その、みたいなんで、みたいな、噂みたいな話し方してるんですけど、全然やれてないからなんですよね。で、今回はね、FF コラボ第4弾が来たということで、第3弾からちょっと引けてないので、ちょっとね、チャレンジしてみようかなと。石を久しぶりに積んでみました。で、セシル超絶アップ持ってますね、セシル。まあね、自分的な狙いは、玉ねぎ剣士から持ってないので、まあ玉ねぎ剣士、ティファ、ノクティス、は欲しいかなと。で、絶対欲しいのはプロンプト。水なんでね。絶対欲しいですね。で、バルフレアが一番レアリティ高いんですよね。まあでも、バルフレアは別にそんなに欲しくない。で、イダは欲しいかなっていう。イダが進化するとこのリセっていうのになるのはなぜなんだろうっていうのがね、あるんですけども、もう知らないんでね、FF14 のことを。うん。で、あとは、まあ、ダブってないキャラってそんなないんですよね。クラウドを2体持ってるし、セフィロスも2体以上持ってる、セシルもそうだし、バッツも持ってるし、ティファも、じゃね、ティナも3体持ってるし、ユーナも持ってる。ダブって持ってるしっていうことで、あのドットキャラクターにする分には多分問題ないと思うんですよね。なので今までの既存のキャラはそんなにいらんと。欲しいのは玉ねぎ剣士、ティファ、ノクティスだと。まあ当たりが狭いんでちょっとね厳しいかもしれないですけど、やっていきたいと思います。ただ金率が高いはずなんでね、楽しんでやっていこうかなと思います。行こう。えい。はい、いきなり銀です。幸先悪いっす。で、ゴール。はいはい。あれだったらレーンラーン出てくれよって感じなんだけどな。はい。え？パンネロだ。パンネロは初なんじゃないかな。2体か。これちょっと変わりすぎじゃね？覚醒無効状態を3ターン回復とか。めっちゃ回復ドロップ作れんじゃん。やっと出た。バッツ。3体目。進化させてないはずだからな。よし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 。ちゃんとと。ちゃんとと先生。4体目。ちゃんととって星4になったんだ。星5だった。おお、虹来たー！ゆうなちゃん！やったぜ。嬉しいな、これは。ユーナに入れたんすよ、僕。あのパワーアップのキャラ。よし。ティーダか。あらら。おお、虹！おお、クラウド、やった。クラウドシステム完璧になるな、これで。2体しか持てなかったんで、クラウド。はい、銀。レーンラン。レインか。でも、レインもいいですね。俺、レイン入れに。あの、星4のキャラクターのパワーアップにレインを押したんで。よし。スコールか。スコールは結構持ってるんですよね。お、やった！プロンプト出た。もう勝ちですね、俺。頑張りますか。
3ターンの間強化ドロップが 50% の確率で落ちてくる、木をジャーマードロップを水に変化。いいね。なぜマシンなんだろうね。おし金、おーやった、玉ねぎ剣士、よしよしよし。かなり流れいいっすね。パンネロ、パンネロスキル悪くないと思うんだよな。お、虹すげえ、結構出んな。セシル、まあ確率アップ中なんでね。まあセシルもいっぱい持ってた方がいいんでね。あのハンコック騎士セシルと、あとパラディンのセシルがあるんで。おーし、ティナ4体目、5体目か。すごいな、ティナいっぱい持ってんな。ティファーが欲しいんだけど、ティファーも星6なんだよね。そろそろレーンラン出て欲しいんだけど、出ない。レーンラン出ないんだけど、なんで？今1セット終わりました。はい、エモ。うん。おお、アーロン。アーロン持ってたかな？持ってないね。アーロン星4なんだ。もうわけわかんねえな、アーロン。星5でしょ、アーロンは。アーロン第3弾か。よしよしよし。バン。ちょっと待ってね。ティファーは星6だよね。そうだよね。ティファノクティスバルフレアが星6。持ってないからこれが欲しい。で、あと、星5で手に入れてないのは、イダだけですね。OK。来い！イダ！シャントット先生。まあ、数が多すぎて、ちょっと、出にくいよね。もうなんかフェスゲン、なんか、みたいな感じだもんね。本当に。おし！おー、セフィロス。3、4体目か。で、1体進化してるから5体いんのかな。セフィロス結構出てんな。星6だから結構出やすいのかもね。お、やった、オニオンナイト。よしよし、とりあえず2体手に入ればね、普通の進化とドット進化。レーンランそろそろ出るか？出ないね。なぜか出ないね。なぜか出ない、レーンラン。なぜか出ない。あと8回。うん。パンネロ。これ結構引きいいと思うんだよね、今回。来ないでー。なんかやばいな。4連続銀ぐらいで。そろそろ来い。押し来た。やった、ノクト。マジか。俺はすごいぞ。今回の引きすごいな。神ってるよ。レーンラン出ないけど。出てた、出た。よかった、よかった。で、星4コンプリート。で、星5が、あとイーダ出ればコンプリートなんだよ。出ろ！バッツ。
あと2回。ちょっと無理だね、これは。これあと2回でティファとバルフレアとイダを引けなんて無理だからね。おお、やった！プロンプト2体目。イエーイ。ラスト。おし！あ、ユーナ。またユーナ出た。2体。これかなりいい引きなんじゃないですか、これ。虹が1、2、3、4、5、5回出ましたね。これはもういいよね、かなりのね。撤退でいいですよね。OK。というわけで、コラボガチャやってまいりました。まあ、最後にちょっと、聖獣からの贈り物やって終わりにしようかな。まあ、こんなの見てもしょうがないって思われちゃうかもしれないけど。最近の俺のお気に入りのウルカ。フレンドにウルカがあんまいないのでね、ジュリを使ってるんですけど。やべ、ちょっとゆっくりやりすぎたわ。イシズにもね、オールドロップチェンジ積みたいぐらいですよね、ほんと。はい、というわけでね、FF コラボ頑張っていきたいと思います。またね、生放送とかもね、やってみたいなと思ってるんで、もしやるときはね、ぜひ一緒にパズドラ楽しんでいきましょう。ご視聴どうもありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。